入围影视小的情詹真妹，然后还是李小勋，入围男配角林梦勋，入围入围饰演的洪金辉，编剧谢慧金，演出姚国珍，造型高仙林，然后宝马都路配乐，还有剪辑陈介石，以及演员张祖君、林廷利、黄信赫。心甘很开心，心情非常开心。然后今天是第一次来到台北电影节，然后可以在这个地方上台。我本身其实也很喜欢电影，所以真的很开心这次受邀来。对，然后其实有看过台湾的电影。对，请大家先测一下，就请年轻人要不要？ありますあります。我觉得分成两排。例えば、まあ、僕は、まあ、台湾と日本の合作の「カノ」っていう作品も好きですし、バーニュー・ハーグウェイ、ベンチャー・ジャレット・アーティスト、まあ今日も本当に一緒に登壇するので見てきました。不用翻译了。哪些片吗？而且先看看中间。你说刚刚讲的那些短片吗？好，那个他都有三集，这叫什么最佳短片哦？我想对啊，家ではその奥さんと教えてください。あ、そうですね。もちろん。まあ、勉強するというよりは今回普通に映画祭にこう出ている作品なので、やっぱり単純に楽しみながら見て覚えたっていうだけなので、はい、何かこう勉強というよりは、はい、今回の台北映画祭に備えて映画を楽しませていただいて覚えた感じですね。其实也不是说特地在家要去学或怎么样，是因为他觉得这次要来参加这样子的活动，他应该要好好的去了解这一些作品，哪里来开开篇，去查了一下这个作品。因为啊，他刚刚实际的作品，他未来有机会，他会想要就是说要参加就是拍戏或者演电影。好，谢谢我们请入围的演员刘汉强，其他一位观众来说说，请林佳珍妹，还有小勋，还有王俊，还有王金辉，刘汉强。好的。我们这边看一下照片好吗？いい出会いがあって、なんかね、そういう機会があればもちろん、トライしたいと思いますし、で、僕自身もね、映画を作るというところも興味があるので、短編映画であったり、まあ、来先看一下中间。ファネス君もいつかね、そういうチャンスが来たら、あ、素敵だなと思います。当然、如果有好的机会、我们也很希望可以参加演出。那其实因为本身对制作电影这一块也很有兴趣，所以其实也会考虑，比如说以后制作放在短片或者是。好，看右边也会个手。刚刚有提到说，有看过台湾的电影嘛？志玲姐姐以前也有演过电影，她有没有看过？那她刚刚有说想要有机会来拍电影，会不会干脆就找志玲姐姐来当主角这样子？まあ、志玲が出てた映画見たことありますけど、また映画を作るっていう。言ってたんですけど、例えば作った時に一輪出てもらったりとか。そうですね。もちろん妻の作品は見たこともありますし、で、まあ、作品にね、その自分がもし作ったとしたら出てもらうかっていうのは、それは分かりませんね。やっぱり妻は今は主婦に専念しておりますし。タイミングというかね、そういうきっかけがあれば、谢谢感谢您，同志们，接着我们，请我们的男明星。对，其实，当然有看过他的电影，然后会不会找他来这件事，因为他自己现在志玲有说他自己希望是可以多待在家里的，所以也不确定他之后会怎么样。那如果有好机会，或是他有想的话，或许就是会考虑。やっぱりあとはそのカメラにそういうふうに出演してもらうとかっていうよりはもしかしたら一緒に日本と台湾の何か文化交流日本と台湾の架け橋となるようなそういう作品を一緒にもしかしたら作るっていうのは可能性もあるのかなとは思いますよね。はい、彼でもそういうね活動をしてますので、はい。与其说找他来演，应该是比较有机会，是我们两个一起来制作所谓的台日合作的这种电影。好，谢谢谢谢，我们典礼要开始喽。谢谢谢谢大家，谢谢。现在看右边。